はい、皆さんこんにちは、まゆです。明るい、ちょっと明るすぎる。なくてもいいけど、このくらいつけとこうかな。はい、ということで、まあ、タイトルでわかると思うんですけど、この画角ってことはそうです、久しぶりにピアスを紹介します。はい、ということでピアスを紹介していくんですけど、今回も皆さんから TikTok のねライブで投げ銭していただいたそのねお金でピアスを買いました。こちらです。はい、このマークも分かる方はすぐ分かると思うんだけど、あのトランスジェンダーのトランスジェンダーフラッグのマークなんですよね。またみんなと一緒にねこう検索しながら、あのトランスジェンダーマークとかいろんなね、LGBT のフラッグのマークとか勉強していきたいなっていうふうに思うんですけど、まあ私はトランスジェンダーってことで、こちらのトランスマーク、私ね、トランスジェンダーじゃないですか。私いろんなこう青セクシャリティのマークがある中でこのマークが一番好きで、自分もトランスジェンダーって言って本当に誇りを持ってるマークなんですよね。ちょっとこれね、ちょっとつけにくいんですけど、どこだ、あった、はい、でこっちも、はい、つけてきました。こんな感じで、どうすか。私このマークがやっぱ一番好きなんですよね。まあ自分がトランスジェンダーだから親近感があるっていうのもそうなんですけど、うん、やっぱりねこのね淡い水色と淡いピンクっていうのは、そのちっちゃい男の子と女の子のおもちゃの色をイメージして、でこの白い部分でどっちにでもなれるんすよっていうのを表現してるっていうのを調べたことがありますあとね、こういうネックレスとかも、こういうの、これもトランスジェンダーのね記号みたいなやつですね。こういうのも、あとあの TikTok の生放送の投げ銭で買わせていただきました。誠に皆さんありがとうございましたってことで、今回はピアスと、まあ、ネックレスのアクセサリーの紹介をさせていただきました。あ、サムネ撮っとこうか。はい、ってことで適当にどれか使います。この動画が良ければぜひチャンネル登録しててね。 Twitter、Instagram、TikTok やってるのでぜひフォローの方よろしくお願いします。あと概要欄にサブチャンネルの URL があるのでぜひ登録しててね。あとボイコネっていうアプリで声劇とか朗読とかやってるので、ぜひそちらの方フォローよろしくお願いします。ということで終わります。